はい、どうもどうも、小島です。今日はこちら猫ともやっていきましょう。早速エピソード溜まってるのでね、エピソード見ていこうかな。なあプニコ、猫島行くぞ。近すぎさ、どんな話かな。うーわお。ねえ小島さん。はい、何ですか。小島さんはスマホって持ってる。持ってるよ。持ってる持ってる。小島さんはスマホ持ってるんだ、すごいね。いいな。いいでしょう。え、買ってとか言わんよね。さすがに、さすがに猫使い切らんよな。あのね、あのね、うん、集めたガラクタでスマホ作ったの。うん、うん、作ったえ、まあなんか、うん、頑張ったね。どんな感じかな。食べる。うん、食べないで。急に食べないで。あのね、プニコちゃんとお話しするときね、うん、顔を合わせるとまだまだ緊張しちゃうの。うんうん。目と目を見るのは猫の喧嘩の合図みたいなものなのよ。そうなの。あのポケモンバトル的なトレーナーとトレーナーが目合わせたらポケモンバトル始まる、あの感じ。でもでもプニコちゃんともっとお話ししたいなって思って。あ、だからスマホ作ったってこと。それでね、スマホ作ったの。まあ糸電話みたいな感じなんかな。プニコちゃんの分と小島さんの分と3つ。うんうんうん、3つね。3つつなげた場合どうなるんだろうね。それでね、電話ごっこでお話ししたくて。あ、電話ごっこね、いいよ。小島さん、プニコちゃんを誘ってくれる？オッケー、いいよ。わーい、小島食べる。食べないでプニコちゃんを電話ごっこに誘いに行きましょう。かわいいな。あ、小島さん、どうしたです？この部屋どこ初めて見たんですけど、これ私の部屋かな。猫島ちゃんと遊ぼう。みんなで遊ぼう。みんなかな。はいです、みんなで。ちょっとドキドキするですけど。うん、まだなんかね、仲良くなれてないな。嬉しいです、遊びたいです。はい、遊びましょう。プニコちゃんと一緒にリビングに行きましょう。あ、小島さん、プニコちゃん、どうもどうも、小島です。これどうぞ。あ、はい、どうも。猫島ちゃんがプニコちゃんにスマホをプレゼントしました。え、わ、これスマホのおもちゃ。いや、ちょっと見た感じめっちゃリアルなんですけどえ、すごい、こんなん作ったの。おもちゃ、プルプルプル、プルプルプル。あ、え、でもすごいね、なんか組み合わせて作ったんだ。もうほぼスマホやん。耳当ててませんけど、というかあれ、プニ島、耳そこじゃなくない？お電話です。お電話です。小島さんとプニコちゃんにお電話ですよ。あ、それ鳴ってんの？私の電話から？はい、あ、かわいい。プニコです。プニコですね。はい。耳違うね。もっと上だね。猫島だよ。こんにちは。うん、うん、うんうん。こんにちはです。はい、こんにちは。もう近いからさ、直接話そう。そっちのお天気は。どうですか。お天気は一緒でしょう。近いよ、もうすぐそこよ。若干あれよ、尻尾当たってますよ君たち。こっちのお天気は何。お天気わかんない。今私、あ、晴れてる。よし、晴れにしよう。そうですね、いいお天気です。いいお天気だって。電話どこやった、どこやった電話。猫島ちゃん、出てきた。こっちはピカピカの晴れです。はい、晴れですよ。同じ、こっちも同じお天気だよ。そりゃそうね、だって尻尾当たる距離にいるもん。そうですか、一緒です。うん、違ったら逆にびっくりする。じゃあまたね。あれ、私会話入ったんかな。はいです、また電話しましょうです。うんうん、まあいいんじゃない、これで仲良くなれるなら。あ、進んだ。あ、結構進むね。小島さん、聞いてほしいことがあるです。はい、何ですか。猫島たち、小島さんに遊んでほしいの。はい。だから、プニコたち、それぞれ遊ぶ道具持ってきたです。ほー、自分で持ってくるんだ。猫島が持ってきたのは、拾ってきたボール。返しなさい、警察に届けなさい。プニコが持ってきたのは、手作りの猫じゃらしです。これはいいね、猫じゃらしはいいと思う。
さん遊んでくれる？ボールはどうしよう。まあいいよ、遊ぼうか、一緒に遊びましょう。小島食べるです。食べないで、食べて遊ぶの？てか君も覚えたのそれ？遊べるようになりましたね。猫じゃらしで遊びましょう、まずは。はい、猫じゃらしです。ん？ボタンを押せばいいの？猫とも猫とも、みんちや、あ、あ、猫とも猫とも猫とも、あーあー、すげえうま、たたたん、かわいい、最後かわいいね。さすがです。でしょ。あ、これでも上がるんだ。え、素材ゲットできるんだ。これガーデニングの素材ですね。猫たちとボール遊び、あ、それもよね。はいはいはい、毎回一回ぐらいやろうかな。でガーデニングね、ちょっと行く。水がなくてね。うん、ちょっと水撒いてもらうよ。こんな感じでね、すごい巻き方してくれるけどね。はい、これで育つといいな。お、育った育った。う、なんか変な色のやつ生えてる。え、これ何？これレアなやつじゃない？レインボーだ。奇跡のチューリップの種ゲットした。お、新しい種ゲットしましたね。あとは普通だね。全部収穫しましょう。新しいチューリップ生えましたね。よかったよかった。ではまたエピソード聞いていこうかな。さあ次は時間が進んで、あれ進まない時間。プルプルプル。あ、さっきの続きなんだ。もしもし、プニコちゃん。はい。はい、プニコです。うん。あれ話すこともなくなった？まだ天気の話しかしてないよ。そうだ、好きな飲み物は何ですか？あ、飲み物ね。何飲むんだろう、水？好きな飲み物は、小島さんのお家のお水です。水道水。小島も小島さんのお家のお水好き。水道水ですよ。一緒です。あ、そうなんだ。一緒。はい、小島さんは何が好き？小島さんが好きな飲み物知りたいです。私はね、いっぱいあるけど。コーヒーが好きなのね。うん、私コーヒー好きなんですよね。もしもし、くにこちゃん。うん、はいです。はい、小島さんが好きな飲み物はコーヒーだよ。いや、聞こえてたいわね。コーヒーですね。あ、君たち飲んじゃダメよコーヒー。猫島ちゃんの好きな食べ物は何です？食べ物ね、はい。猫島はお魚が好きよ。あー、なるほどね。お魚はプニコも好きです。魚、何魚好きなんだろう。小島さんの好きな食べ物も知りたいです。はい、私の好きな食べ物ね、からしれんこんが好きなんですね。そう、最近からしれんこんがね、私のブームに来てるんですよ。からしが入ったレンコン、レンコンの穴あるじゃないですか、あそこにからしを詰めてる。そういったね、熊本のなんだろう、特産品かなっていうんかな、まあ、それが美味しいんですよね。もしもし、猫島ちゃん。うん、君たち食べちゃダメよ。はいはい、レンコンだけなら食べていいと思うけど。小島さんが好きな食べ物はからしレンコンです。はい、あと馬刺しも好きですよ。からしレンコンなんだね。そうそう、おいしいよ。あ、知らない？君たち食べれるもんね、ごめんな。スマホありがとうございます。そういえば俺言ってなかったっけ？ありがとうはね、小島食べるって言うんだよ。違うよ違うよ、小島さんが教えてくれたの。言わんで。小島食べる、いい言葉ですね。よくないよね。ほんわかだよね。ほんわかしない。恐怖を感じる。君たちはほんわかかもしれないけど、私は恐怖を感じる。はい、はい、またお電話したいです。うん、スマホのおかげで猫島ちゃんともっとお話できました。ほうほうほう、一緒のこともまた増えたです。あー、そうね、飲み物とか一緒だったね。もっと増えるよ。もっと増えたら嬉しいです。すごいね、スマホ効果。一緒のことが増えると胸
ほんわかしてくるです。猫島ちゃんとまたスマホでお話ししたいです。もう直接でいいよ、そろそろ。あ、時間過ぎましたね。これ終わった後に進むんか。小島さん、教えてほしいことがあるんです。何？お出かけから帰ってきた時の言葉を教えてほしいです。なるほどね。よし。小島食わせろって言うんですね。そうそう、家帰ったらお腹減ってるだろうからね、小島食わせろって言えばいいよ。この前お出かけから帰ってきたけど、何も言わずにいたら、それ怖いよ。猫島ちゃんのことびっくりさせちゃったんです。急に人おったら怖いよ。まあ猫か人じゃないか。これからはちゃんと小島食わせろって言って、猫島ちゃんを驚かせないようにするです。いや、驚きそうだね。それは驚きそうだわ。で、次のお話は、あのね、小島さん。はい、小島だよ。お布団をお散歩したらね。お布団を散歩？はい。本当にスマホで電話してる人見たよ。あ、お布団って確かよく行く場所だっけ、私の。あー、しまったな。会話が。お布団をお散歩したです。1メートルちょっとかな、お散歩したの。お布団でもスマホでお電話してる人いたです。それ多分プニ島じゃないかな。プニ島じゃない、猫島かな。猫島とプニコがしてたんじゃないの。スマホとにらめっこしてる人もいたよ。それ私かな。そうそう、スマホをじっと見てる人いっぱいでした。いっぱいおったの。何、私の上そんなに人おったん。スマホでいろいろ見られる、これかな。え、あの小さい箱でいろいろ見られるの。確かにね、びっくりするよね。もしかしたらテレビとか見られるです。あー、テレビはね、私のは見れないんだよね。電話とテレビが一緒なんてびっくり。確かに本物のスマホはすごいね。このスマホも本物にならないかな。いや、それは、遠回しにさ、猫島、小島さん買ってくれないかなって言ってるわけじゃないよね、それは。チラッチラってわけじゃないよね。プレゼントしてくれないかなってわけじゃないよね。スマホさん、チューチューさん、スマホさん、おもちゃから本物になってください。まあそんなんでなったらすごいよ。このお願いです。君のお願いすごいな。物理法則やら何やら無視するんだ。あれ、あれね。はい。おもちゃのスマホから本当に音聞こえてるよ。気のせいじゃない？わわ、プニコのスマホからもです。へえ、すげえ。まあ喋ってる時点ですごいからね。なんだろう、魔法使えるの？本当です。ってことは繋がったってこと？わ、本当だ、プニコちゃんのスマホからも本当に音聞こえる。ってことはこの二人スマホゲットしたの？おもちゃのスマホだったのにどうして？プニコがなんかやった。どうしてでしょう、あれ、あれね。記憶がない？なぜか時計が壊れてしまったようです。プニコの時計いつの間にか止まってます。ちょっと不吉だね。さっきまで元気だったのに。なんだろう、時計になんか溜まったら一回魔法使えるってこと？もしかしてプニコちゃんの時計がスマホに元気をくれたのかも。あー、そういうこと？そう、そんなことあるです？小島さん。いや、ない。時計小島食べるね。時計食べない、私食べない時計は。じゃあパワーくれたんだでしょうね。プニコの時計小島食べるです。その時私食べるの？いやん、怖。プニコちゃんの時計はプニコちゃんのお願い事を聞いてくれたんだね。はいです。でも大丈夫？時計止まっちゃって。そう、なんかちょっと怖いね。大丈夫です、この時計はもう使わないと思ってたですから。なんでこんな急に意味深？
この時計輪の後の点々がちょっとなんだろう、なんかあるんかな。大丈夫です。しょんぼりしとるやん。ちょっと電池変えればいいかな。そっか。泣きそう。ピエンってなっとるやん。ちょっとあの猫島ちゃん。猫島ちゃん、はい。実はスマホじゃなくてちゃんとお顔を合わせてお話ししたいことあるです。うん、なんだろう。何？あ、住まわせてもらっていいですか、的な。くにこもこのお家に一緒に住んでもいいですか？言えたじゃないですか。ここ猫島ちゃんの縄張りだから。うん、ちょっと違うな。ここ私の縄張りなんだよな。まあ、私許可出しとくか。お、本当ですか？いい感じだね、うん、みんなでいるとほんわかするもんね。仲良くなりましたね。ここは小島さんと猫島と、それからうん、くにこちゃんのお家。よし、増えた。わー、小島食べるです。食べないで。小島さん、いいって言ってもらえました。ごめん、私がノーだわみんな仲良くしようね、うん、みんな仲良くしよう。仲良くしたいです。うん、猫島ちゃん、小島さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくね、くにこちゃん。で、時間が進みました。小島さん、はい、ちょっとご相談があるんです。相談？うん。くにこの懐中時計動かなくなっちゃったんですけど。あ、だね。大切なものなのでなくしたりしないようにちゃんとしまっておきたいんです。あ、首から下げとってももう使えないからね。どっか直しとってほしいんかな。その辺に置いたらその辺に置いたらちょっとかわいそうじゃない？なんか箱あげる？宝物箱、いいですね。うん、嬉しいです。どんな箱にしようかな。あ、なの、聞いたよ。懐中時計、しまうの？うん。小島さんが宝物箱作ってくれるです。作らないといけない？その辺の箱じゃダメ。猫島ちゃんも懐中時計入れますか？うん、そうだね。ていうか、二人それなくなってもあれ会話できるの？そのおかげで話せるようになってるのかと思ったけど。というか、そのポーズ何？くにこちゃんが言った通り、もう使うことはないと思うけど。うん、大切なものだもんね。うん、はい、一緒に使いましょう。片付けるんだ。それでも話せるんかな。大丈夫？小島さん、あ、なんか違和感がある。お家の周りにも慣れてきたしなんか変縄張りのパトロールに行きたいのよ。ああ、パトロール、お散歩ってことかな。お家の周りに問題がないか見に行くのって大事なんです。へえ。でもお出かけするなら小島さんと行きたいのよ。お散歩やね。よし、一緒に行こう。やった、一緒にお出かけしようね。はい。小島さんとくにこと猫島ちゃんでお出かけするです。はい、もちろんちゃんとパトロールするよ。いいね。異常がないかチェックするですすげえ、なんか今の振り向き方かっけえ。まずはお家の近くの町からパトロールするぞ。はい、じゃあパトロール行ってみましょうか。始めるです。何じゃこれ。パトロールしながら素材を集めましょう。たくさん素材を集めるといいことがあるかも。ん？ゴールを目指して進もう。ルーレット。へえ。なるほどね。ゴールまでたどり着くと特別なイベントが見られます。はあ、ははあ。なんかこれ、すみっこ暮らしの 3DS のゲームでやったような感じかな。ゴールまで行きたいな。ゴールまでどこ？どんくらい？13歩で行けるんだね。で、移動回数が5回だって。じゃあルーレット回していきましょう。1と2しかね。1と2どっちがいいのこれ。2にする？どこまで行くですか？1が2つ並んだと。 OK。 どこに着けたの？これで虫眼鏡がゲット。
そういうのがあるんですね。ショップなんてまだ開放されてないけど。どこまで行く？じゃあもう2でいい？はい。楽しいね。青いの何？種？ペットだね。石？何だったの？わかんないけど。次はハテナか2。まあ2でいいかな。はい。あと3回しか動けないからね。やりましたです。あ、羽田ゲットゲットしましたね。これゴールつかなくない？移動回数あと2回で全部2出してもつかないね。はい、いいお天気です。次も釣り竿とかないとできないんだろうなっていうやつもあるし。あ、かわいい、なんかポーズが。で次は早く行こうよ。あと1回しか動けないので1出してみようかな。あの1なんだろう。はい、これ何？ヒロいました。あ、空き缶なんだ。バッチリです。ゴミ拾いしてるんだね、ちゃんと。パトロールおしまい。はい、行ける回数にも制限があるんかな。縄張りパトロールレベル、あ、これが上がると回数が増えたりするのかな。移動回数、着せ替えができるようになりました。ショップで服を買うと着せ替えられます。お洋服か。お出かけができるようになってショップに行くことができると。あ、いろいろ増えたね。スマホのニャンスタグラムに写真を投稿できる。インスタグラムか。仕立て屋さんに行ける。自由に服を作ることができる。すごいじゃん。一気に増えましたね。これまでがチュートリアルって感じかな。二人仲良くなったし。じゃあ今から、え？これ私が作ったの？宝箱もしかして。すげえ。私すごいやん。といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回続きからお会いしましょう。ならねー。